はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今週のテーマは努力は必ず報われるのかっていうね、そんなテーマで話していこうと思います。でもしかしたら普段からダラダラジオをね聞いてくださってる方はですね、あれについて喋んないのかなっていうふうに思った方もいるかと思います。多分今日の放送を卒業ソングについて話すって思った方ね、絶対いると思うんだよ。少なからず私のダラダラジオ普段聞いてくださってる方は多分ハイチっていう人物に多分興味を持ってくださってる方が多いと思っているんですね。このダラダラジオを聞いてくださってる方は、だから卒業ソングをねちょうど明日投稿する時期ですし、タイミングとしては話すかなって思ったと思うんですけど、話しませんっていうのは、明日ね、2月28日月曜日の夜8時20時から公開します。作ったミュージックビデオをね公開するんですけど、明日月曜日なので普段通り16時半にも顔出しで喋る動画、毎週月曜日にねそれ投稿してるんで16時半に投稿する予定なんです。でそこでこのプロジェクト、卒業ソングを作るプロジェクトを立ち上げた時から、必ずできた時にこれを喋ろうって伝えようって思ったことがあるんですね。でそれこで全部出す、はい、全部伝えるつもりなので、今日のダラダラジオはそこじゃない部分で、ちょうどね入試がだいたい終わってきた方も多くなってる時期ですし、その努力っていうもの、よく努力が必ず報われるなんてさ、ドラマのシーンとかでも聞いたことあると思うんだよね。だそれについてちょっと考えていきたいなというところでございます。なんで皆さんの意見もぜひ聞かせてもらえたら嬉しいです。じゃあちょっと話を戻しますけども、努力は必ず報われるっていう言葉があって、皆さんこれどうですかね。まあ好き嫌いある方だと思うんですけど、努力は必ず報われる、私はあんま好きじゃないんですよねこの言葉多分これはね必ずがくっついてるからなんですよ。努力は報われるっていう言葉だったらまだまあねって思うかもしれないんだけど、で自分はでも努力は報われるものだと思っています。はい、私は。で正しく自分の中で表現をすると、努力は報われることがあるです。俺の中では努力は報われることがある、報われないこともあるかもしれないっていう。で自分の中でですね、この言葉について2つ大事な思いがあって、まず1つは、そう思っていたいんです。自分がこれ努力は報われないでしょどうせって思いながら生きてたくないんです。私は辛いから。それだと、もうちょいで37歳になりますけど、37年ぐらい生きてきてね、で特に学生生活の時にすごい痛感してたのは、やっぱり周りより劣ってる部分、自分がね劣ってる部分の方が目にいっちゃうし、でなんかさ、同じ努力量って比べらんないけど、同じぐらいの努力をしてるはずなのに自分はなかなか結果が出ないんですよいつもだから人より多く努力しなきゃいけないことが実体験として多かったんですね。でそれをさ、するにあたってやっぱり自分の中である程度腹をくくんなきゃいけないし、エネルギーも注がなきゃいけないから、努力が報われないなんて思ったら無理なのよ。立ち向かえないの、そこに関して。俺そんな強くないからね。だから努力は報われることはあるってね。だから自分の中でもしかしたら今やってる努力が報われたかどうかわからないけども、0% じゃないよって、だから努力する価値はあるじゃんっていうのがまずずっと思ってたこと、これ学生時代に強く思ってたことですね。1個です。でもう1個は、報われたかどうかなんて自分で決めちゃえばいいじゃんっていう、でこれは社会人になってからすごい強く思うようになったことです。例えば皆さんの中にも、例えば何かのスポーツを頑張ってる方もいれば、勉強頑張ってる方とか、芸術を、ね、頑張ってる方、楽器頑張ってる方とかもいるかもしれない。でそのさ、すごい努力、自分の中で時間とエネルギーを注いでるものがあった時に、それが報われたかどうかって何をもってそれが基準できるのってとこがあるじゃないですか。例えばスポーツやってる方がいたら、じゃあ A の大会、 A 大会に優勝できたら報われたって思うっていう、じゃあ B 大会だと思わないかもしれないとか、あとは2位だったら無理とかね、思わないかもしれないとか、自分の中でなんとなくの基準はあると思うね。なんか優勝を目指してる方とかだったらやっぱ優勝が全てだろうしね。でもじゃあ実際に2位とか3位を取ったとしても、全部無駄だったって思うかどうかって、それってはっきり決まってないと思いません？いざそうなった時に振り返って自分がどう感じるかっていう、結局自分次第じゃないですか。だからよく自分はね、この活動してる時もそうだし、普段の生きてる時でも割と大事にしてるのが、
その価値基準とか判断基準っていうのを他人に委ねるなよってよく自分に思ってるんです。その報われたかどうかとか、例えば勉強も頑張ってるかどうかとか、努力できたかどうかっていうのは他人が判断することじゃねえって、自分で決めることだって。そうだから、そこは大事にしてたいんですよね。なので努力、多分俺もある程度今努力はしてると思うんです。ずっと努力はしてるつもりなんだけど、それが、必ずしも報われたかどうかは分からない。努力に対してその効果的に、費用対効果じゃないけどさ、あの努力に対する効果がもしかしたら弱いもの、薄いものもあったよ、もしかしたら全く出てないこともあるかもしれない。でも俺の中では生きてきて無駄だった瞬間なんて1秒もないっていうのが根底にあるの。これはまあ言い聞かせてるのもあるんだけどね。そうだからね、そういった意味で報われたかどうかはその時の自分に決めさせればいい。でその時の自分が、いやいや、あのね、目指した結果ではなかったかもしれないけど、そっから得られたものってあるだろうって、その得られたものが何なのか、次に生かすための反省なのか、自分を褒める褒め言葉なのかわからないけど、そこで得られたものっていうのは一生ものの宝だよねって、YouTube 始めたのがさ、俺遅いんだよね。27歳で始めたから、27なんて今 YouTube でもちょっと中堅ベテランよ。はじめさんがこの前29歳になったのかな、なったよね、確かね。29歳だったと思うんだけど、もうすぐ味噌汁でみたいなこと言ってたわけよ。いや俺始めたの27だからねみたいな。そうだからさ、もっと早く始められたらとか思うこともないことはないね。営業マンやって、塾講師やってっていう過程があって、で中高と大学の時とかもさ、こうもうなんかゲームばっかしてる時間とかあったりとか、もっと違うことできたらよかったのになとか思うこともある。でも人生やり直せるわけじゃないから、その昔のことをね、今からは未来は変えられるけど、今と未来は変えられるけど過去は変えられないから、だからその過去の部分、事実は変わらないけど、それをどう受け取るかは今の俺が選べるよねっていうスタンスはすごく大事にしていたい。だから自分の中で、自分の中ではみんなにとっても、みんながね、例えば受験生とかがその、思った結果にならなかった、第一志望に受からなかったっていう方がいても、それまでの自分を全否定するのは簡単だけど、そうじゃなくって、そこから次に生かせるものとかちゃんと褒められることがあるって。だって努力してきてんだから。悔しかったでしょ、もしうまくいかなかったかいても、と悔しかったってことは一生懸命頑張った証拠なんだから、そういったものは、大事にしてほしいかな。やっぱりショックを受けた時って人ってなんかガサツになるから、感情が自分にね対してるね、そこはしっかり受け止めて、まあね、すぐにはできなくてもいいけど、ちょっとずつ落ち着いてからでいいけど、そういった風に考えてもらえたらなと思います。だから、ちょっとお前最初にさ、話触れねえとか言って、ちょっとだけ触れちゃうんだけど、その卒業ソング作ってるのもね、実際さ、けど結構前からこの話して、この卒業ソング作りたいっていうのはもう 4,5 年ぐらい前から言ってるの実は。でもつてもないしね、こう人脈もないし、自分一人じゃ何も俺作詞と歌詞を書くことしかできないから、だから今回いろんな人とつながって、いろんな人の力を借りて実現したんだけど、でもやっぱ笑われたもんね、この夢も。で無駄なんじゃないかとか、実際さ、俺がやったところでそんなにめちゃくちゃわーってね話題になるもんでもないしそう、元々歌詞でも何でもないからね。だけどそこに自分にとってやった意義とか意味とか報われたかどうかっていうのを見出せるかどうかは俺次第だと思うから、みんなもね、これから生きていく中で、今もしかしたらピンとこない方もいるかもしれないけど、これから生きていく中でそういったものがすごく大事になる瞬間って必ずあるから、そういった思い、自分で決めるんだって、自分で決めればいいんだ、他人じゃねえって、自分の、あの人生のハンドルというかは誰にも握らせない、自分で握ってしっかりアクセル踏んで前に進んでいくのっていうのを大事にしてほしいなと思います。はい、ということで本日もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。明日緊張すんな。これを聞いてくださってる方もね、よかったら私のね、作詞しかやってませんけど、この場所からっていう卒業ソングを作りましたので、よかったら PV の方も見てみてください。それじゃあまた来週ね、詰まった、来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてもらえたらと思います。今週1週間もまた頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。